公共曲第3番に蝶々作品29は、ピョートルチャイコフスキーが1875年に作曲した作品。ポーランドの愛称で知られている。ジュエルズ最終幕、ダイヤモンドの一場面、2007年撮影。映っているのは、ルパートペネファーザーとアリーナコジオカル。今や、名曲の誉れ高い。 ピアノ競奏曲第1番変路単調作品23を書き上げてから数ヶ月経過した1875年6月17日に作曲を開始、同年7月2日にはほぼ書き上げており、作曲開始から約2ヶ月経った同年8月13日にはオーケストレーションまで完了させている。当時、チャイコフスキーはモスクワ音楽院において教鞭をとっており、 そこで教えていた学生の一人で才能を高く評価していたウラジーミル・シロフスキーと親友関係を築き上げていた。そのためか、1870年代、チャイコフスキーは、ウクライナのウソボにあったシロフスキーの住まいをしばしば訪れており、投稿協曲の作曲を開始した時にもウソボに滞在していた。投稿協曲は、シロフスキーに検定されている。 オーケストレーションを終えてから約3ヶ月経過した1875年11月19日、モスクワで開催された第1回ロシア音楽協会演奏会において、ニコライルビンシュテインの指揮により初演され、好評を博した。なお、前期、ピアノ競争曲第1番作品23のほか、オーケストレーション完了と時期を、ほぼ同じくして、バレエ音楽、 白鳥の湖の作曲に着手して、翌1876年4月に完成させるなど、当楽曲が書き上げられた頃はチャイコフスキーにとって、傑作を次々に生み出していた時期にあたっており、そのことを背景にして、当楽曲は音楽的に充実したものとなっている。にもかかわらず、演奏される機会は、チャイコフスキーの公共曲の中では、比較的少ないものとなっている。 チャイコフスキーが残した完成された番号付公共曲全6曲の中で唯一、長々で曲が始まっているという点だけでなく、2つのスケルソ学賞を持つ、前後学賞構成という点も特筆されている。また、公共曲第1番冬の日の幻想や、公共曲第2番小ロシアにおいて色濃く見受けられる、ロシア5人組の影響からの脱却を図っていることも、 特徴の一つとなっている。なお、前期の通り、投稿協曲に、ポーランドという愛称が付けられているが、これは作曲家自身が付したものではなく、修学賞の主題に、ポーランド特有の部曲である、ポラッカのリズムが用いられていることから、イギリスで付与されたものである。投稿協曲の第2から5学賞については、20世紀、アメリカを代表する、 振付や、ジョージ・バランシンが手掛けた前三幕のバレエ作品、ジュエルズの最終幕、ダイヤモンドにおいて使用されている。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、カイカントランペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニー、弦楽5部。演奏時間は、約45分。以下の5つの楽章からなる。モデラートアッサイ。 アレグロブリランテアレグロモデラート、イーセンプリチェアンダンテイレイヒーコ、アレグロビーボアレグロコンフォーコ工術のように、各学章にはイタリア語で題名が添えられている。助走付きソナタ形式。表記通り、早々行進曲の長めの助走で開始される。低減のピッツェカートの響きにつれて、光源が助走主題を奏でる。これは、感覚器に受け渡されて発展し、 速度を引き締めて二町長の支部へ入る。第一主題はシューマンを思わせる明るい学層で、経過部を経て、全合層で、再び提示される。第二主題は、露丹帳で、覚えにより優美に提示される。木管に引き継がれて発展し、焼結尾は、再び明るく賑やかなものである。この部分は、公共局第五番の同様の部分を彷彿させる。 展開部は両主題を十分に使い、クライマックスを築く。再現部は、型通りのもので、第二主題は補単調で再現される。小結尾の後、やはり賑やかなコーダに入り、畳みかけるように楽章は閉じられる。複合三部形式。アラテすかとは、ドイツ風の意味で、ワルツ、またはその原型のレントラーの様式を指す。 主部だけで三部形式の構造を取り、主要主題はレントラーによるものである。副主題はワルツ風であるが、この部分は1891年にハムレットの不随音楽の第二幕への感想曲として転用された。中間部は小刻みな楽奏が主となる。コーダは主部の副主題で始まり、断片的に主要主題が奏されて曲は閉じられる。自由なそなた形式。 牧歌的な第一主題が二単調なのに対し、第二主題は変路長調で幅広く歌われる。展開部がほとんどなく、経過的に通過して、すぐに再現部となる。再現部は両主題が再現されるが、第一主題は非常に短いのに対し、第二主題はよりドラマチックになっている。コーダは、第一主題の動機が断片的に現れて始まる。三部形式。 通常のスケルツォと違い4分の2拍子である。主要主題は軽やかで舞うような楽奏で、その終わりにトロンボーンによる平易で長いソロがある。中間部は同じ店舗の更新局長で、1872年にピョートル大帝生誕200年を記念して、モスクワで開催された全ロシア工業技術博覧会のために作曲したカンタータから、 着用した楽装が用いられる。その後、様々な工夫が聞かされた主婦が復帰し、コーダではトリオが再び現れる。ロンド形式コーダ。この楽章は、ポーランドの部曲であるポロネーズのリズムによって、特徴づけられる。このことがこの曲の通称の由来となっている。力強い主要主題で開始される。第一副主題は、胃腸調でコラール風のもので、美しく早朝である。 主要主題が復帰した後、寂しげな第二副主題が、露ン調で控えめに登場する。再び主要主題が復帰すると、そのまま主要主題による風画の部分に入る。この長大な風画が終わると曲調が、緩やかに変わり、感動的で壮大なコーダになだれ込む。第一副主題が全合奏で演奏され、主要主題も取り扱いながら、全曲のクライマックスを形成し、 テンポがプレストに変わると追い込むように華々しく曲は集結する。ありがとうございます。